どうもこんにちは、まなです。はい、今日はなんか今最近なんかサウナが流行ってるみたいなんですよ。で、まあサウナに入るとなんか整うって聞きません？聞いた時あります。あるよね。なんかサウナに入って温まって、で水風呂に入ってなんか頭がすっきりするみたいな、あれを整うっていうか、うん、みたいな。まあ私も知らなかったんだけど、最近知ったんだけどねまあやっぱさ、YouTuber ってやっぱ先端、なんて言うんだ、あ、流行りに乗る、流行りに乗る先端最先端って言いたかった、ね、あ、そうそうそう先端先端って先っちょみたいな感じになってくるまあ、流行りに乗ろうかなと思って、まあ、サウナ今から入っていくんですけど、まあ普通にサウナ入ってもつまんないじゃないですか。なんでちょっと私考えました、何をしようかなみたいな。トイレットペーパーを胸の部分に今から巻いて、でその状態でサウナに入ります。まあ、そうすると、まあ汗かくじゃないですか、サウナなんで。なんで、どん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 、トイレットペーパーが溶けていくと思うんですよ。あー、なるほどね。どのぐらいでトイレットペーパー溶けちゃうのかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。なんかよく岩盤浴とかでは、なんか紙ブラジャーとか紙パンツっていうのが売ってるんですよ。売ってるかも。まあ、私履いたことないんでわかんないんですけど、あれでしょ、自販機、なんか自販機みたいなので俺見た時あるわ。そう、なんか普通に買う系のやつ、うん、あれって本当に何なの、どうなんだろうね。どうなんだろう、わかんない。今度動画でやろうよね、紙ブラジャーと紙パンツ、買ってきてさ、その、ああ、家でやる、ね、うん、家でやる、こんな感じなのかなって。まあ、そうだね、ね、それもいいね。まあ、じゃあとりあえず準備していきたいと思います。これすごいね、サウナ、一人用サウナ。暑いよ、もう結構。おお、すげえ、本当に一人用だね。うん、なんかよく家とかにも置けそうじゃない？ああ、なんか結構流行ってるよね、一人サウナみたいな。あ、なんかテントみたいな感じで、うん、あるかも。最近なんかインスタとかの広告とかで、そうそうそう、見た時ある。一人用のテントじゃない、サウナ専用みたいな、うんうん、自分であれでしょ、薪燃やしてさ、うん、熱くするんだよね。そうそうそう。はい、じゃあまあとりあえずトイレットペーパーを巻いていきたいと思います。はいはい、じゃあ早速巻いていきたいと思います。ゆっくり巻かないと、そうだ、切れちゃうよね多分、うん。いくよ。はい、ちょっと持っててね。こっちも難しい、引っ張ってもダメだし、引っ張りすぎちゃうとね、多分切れちゃうよね。あ、俺がこうすればいいのかな。あ、切れちゃった。あ、やっぱさっきのがいいと、うん、はい、いくよ、どうぞ。三つ、難しい。ちょっと引っ張るとマジでブチいく。そうね、ゆっくり。あ、はい、巻き終わりました。めちゃめちゃ大変だったもうね、めっちゃ切れるんよやばい、ね、ちょっと動いただけでビリッていくのよすげえ、怪我した人みたいになってるなんか包帯みたいになってるもう破けてるやん、こことか。そうなんだよ、やばいよね。現時点ではあれだね、気をつけしたら。はい、全然見えないでしょ。うん、本当にもう、ね、バスタオル巻いてるみたいじゃん。ああ、ちっちゃいタオルみたいなね、うん。まあトイレットペーパーだから溶けるよね。うん、多分溶けると思う、水に濡れる、うん。じゃあ早速入っていきたいと思います。さよなら。さよならすごい、完全にあれだね、なんかバスタオル入って入ってるみたいだ、本当に。あ、
姿勢良くなっていいんじゃない。もう暑いんですけど。でもね、まだ全然汗は出てない。あー、そんな。うん、今温度計で何度なの、サウナの中って。50と70の間ぐらい。全然ぬるいじゃん。じゃあそう、もっとさ、80度か90度とかあるよね、そんぐらい多分。ああ、温泉のサウナってあんまりさ、私サウナ入んないからさ。ああやばい、暑い。やっぱこれダメだね、ピントが合わないね、あのガラス越しだから。たぶんマナの顔がぼやけて映ってる。でもね、中に入れるわけにはいかないからね。スマホ壊れるよね、この iPhone が。てか多分あの温度が上がりすぎちゃって見ないと思うんで。しゃあないから。じゃあこれは多分どう頑張ってもピントが合わない。一瞬合うんだけど。あ、一瞬だけ。一瞬だけ。やば、暑い。あれじゃない？じゃあ5分おきに出る。あー、で、ね、今どうかみたいな。そうね、それやっていこうか。じゃあ5分後に。はい。暑っ。あ、でもはい、5分経ちました。汗かいてなくない？いや、めっちゃかいてるよ、顔。やばくない？あー、しかもここもね、ちょっと濡れてんのよ。本当だ。ほら。しかもあの脇とか、うん、結構ねボロボロになってきた。ほら。もう濡れてるもん、脇。脇、あ、本当だ。めっちゃ濡れてる。今あれじゃない？脇あれじゃん、閉じたまんまだから脇汗すごいじゃない。そう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 。え、でもまだあれじゃない？でもまだ無傷だね。まだほぼほぼ。うん。ようやくこの1枚ぐらいが死んでるぐらいじゃないかな。そうだね、上のところがちょっと死んできたなぐらいの感覚。もうじゃあ全然だね、5分じゃまだいけるね。うん、ここのね、あの谷間が結構濡れる。暑い。じゃあ、はい、エンドレスでもう一回。はい、行ってきます。また5分後。また5分後。はい。暑い。じゃあね。はい。暑いよ。なんかモザイクかかったみたいになってるわ。ピントが合わないから。だんだんね、ゆるくなってくるのよ。ああ、トイレットペーパーが。まあ、また5分後出ます。暑い。あ、やばいやばい。はい。おお、もう結構やばくない？どうだこれは。もうね、もう上の方が結構もう溶けてきてる。上はもう完全に。やばいよね。あ、本当だ。もうびしょびしょ。金魚すくいのあのさ。あー、あれね。膜の部分。うん。あんな感じだね。あんな感じね。もう汗がやばいんですけど。やばいね。汗だくじゃん。もうやばいよこれ。ガチ汗。やばい。でもまだすごいね、ダラダラ垂れてるもん。脇とかも溶け始めてね、結構ねボロボロになってきてるから。しゃあない。すごい、あの落ちそう。でもまだまだ全然大丈夫じゃない？この真ん中は全然大丈夫。もう端っこから結構もうヨロヨロになってきてるけど。まだいけるね。まだ。大丈夫だ。10分経ってまだ大丈夫だね。うん。じゃあまた5分。ほら、トイレットペーパーが先に死ぬか、まだが先に死ぬかだよね。そうね。そうね。もう無理。が死ぬか。そうだね。トイレットペーパーが耐え切るかっていう勝負だね。もう勝負だ。そういう勝負になってきちゃったね。はい。じゃあまた行ってきます。いってらっしゃい。あの、ほどほどにね。はい。あの、なんか飲み物欲しかったら言ってね。うん。じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。はい。よいしょ。あー、暑い。
暑いよもう汗やばっ。あっつ。おお、だいぶやられましたね。熱い、熱いよ。すごい汗。やばい、もうボロボロ。あ、やばいやばいやばい。でも全然透けてないね。すごい。すごい？透けない。もう逆にね、ぴったり張り付いてる。あ、もうこれ完全にあれ？あれなの？張り付いてる。本当だ。え、買った。やばいよね。なんかそういう、あ、見えた？いや違う。あの、立ってます。え？立ってる？立ってないよ。いや、立ってない。若干ね。ああ。でも、もう、え、いや、言わんのそうだよな。暑い。あ、違うかな。ティッシュがこのデコボコしてるから。ああでも若干立ってるよ。立つのって普通寒い時だもんね。暑い時って。暑すぎて、もうやばい。でもすごいね。いやーでもあれだね、強かったね、うん。完全に見えない。多分これ1枚だとボロボロになっちゃうけど、多分何枚も重ねたじゃん。でも重ねたって言ってもさ、その通常で見えなくなる。よりちょっと 1,2 周巻いたぐらいじゃん、確か。まあね、そのままでも透けて見えるじゃん、うん、だからその透けて見えるのよりも 1,2 枚多くだから、うん、やったわけだから、そんなでもないけどね。待って、後ろやばいんじゃない？やべえじゃん、なんかなんかボロボロになってってボロボロになってやばいよね、後ろ。多分背中のが汗かくから。いや多分あれだわ、前はそんなでもないね。すごいね。いや、びしょびしょだよ。全部びしょびしょ。あ、うん、ほんとだ、びしょびしょ、全部、下もびしょびしょなんだけど、なんか逆に張り付いて、なんかぴったりにしてるもう私がダメだわ、もうこれ以上無理。熱い。じゃあ、あれじゃない、思いっきり解放したらビリって真ん中破ってバーッ。いいですか、ケンシロウみたいに。いくよ、ブワッやばいね、張り付いちゃってんじゃん。やばいよね、もうびっしょびしょ。やっぱもうなんかやばいことになってるけど、いやーもう熱くてダメもうね、なんかね、75度ぐらいになってるよ。ああ、だんだん上がってくるんだね。いやー、もうやばいわ。ああ、暑い。もうなんかクラクラしてきた。はい、まあこんな感じでね。もうトイレットペーパーの勝ちってことで。いやでもね、強いね、トイレちゃん。本当に頑張ったよ。20分ぐらい入ってたかな。うん。ね。最後はもう限界まで入ってたんよ。いやでも、絶対ね、あれだと思ったけど、意外と。でも私、あんまり汗かかない、汗かかない人だから。あー、多分これそういうのもあるかもね。俺が仮にやったら多分速攻で、俺すんごい汗かくから、うん、多分汗かく人だったら多分ボロボロになってもう多分剥がれちゃうと思うんだけど、うん、私あんまり、まあ汗かかない人じゃん。だから多分私が限界になっちゃったんだろうね。あ、汗かく前に限界になっちゃったんだよ。いやでもね、いい汗かいてよかったじゃん。デトックスだっけ、こういうの夏だっけ、うん、そのね、そうそう、デトックスをもう放出するみたいなね。ね。いやーマジ暑い。でも15分サウナ入ってたのはすごいんじゃない。15分20分ぐらい入ってたんじゃない。ああ、実質うん、多分最後はね、多分10分ぐらい入ってたと思うよ。ああ、もう5分じゃなくて。そうそうそう、もう限界まで入ってたから。ああ、俺ずっとスイッチでゲームやってたからどんどんどんってなるのを待ってたから5分じゃなかったんだ、うん、最後10分ぐらい入ってたよ。おお、限界までいったんだ。うん、すごい、うん、じゃあ20分ぐらい入ってたんだ。そうだね、すごいわ。いやーもう暑いまだ暑い、もうやばいよ、なんか汗がね
異常に垂れてくる。いつもこんなことないのに感じ。やばいじゃん、熱中症になっちゃってんじゃないの。はい、まあこんな感じでね、まあ今日は終わりにしていきたいと思います。まあ、皆さんもたまにはサウナ入って、なんだろう、デトックス、整う、整いました。整えてください。なんて言えばいいんだろうね。そうだね、整えてください。はい。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。